でもないですし、今まで政治のことをやったこともないし、なんだな全くの庶民でございまして、私今八王子に住んでるんですけど、一人暮らしでね、立川に毎日出勤してね、立川の飲食店シェフが作ったお弁当のおかずとご飯をお弁当のケースに詰め込んで立川の街の中で移動販売をするという副業をやっております。まあ、本業は編集者でフリーのライターなんですけど、まあ、それだけで食っていけるほど世の中甘くないので、そういう副業をやっております。そんな私がなぜ皆様の前でこういうお話をしているのかと、そこを今日はお話したいと思います。日本保守党というね、名前ご存知の方もいらっしゃると思います。話をわざわざ聞きに来てくださった方にはご説明する必要はないと思いますけれども、永遠のゼロと有名なベストセラー作家百田尚樹が昨年10月に立ち上げた政党でございます。私たちですね、庶民の生活というのがございまして、毎月もらうお給料やの中からいろんなものを引かれていますね。いろんな税金を引かれたりしています。電気代もかかりますね。水道代もガス代もかかります。特に注目なのは電気代。この夏猛暑だったでしょ。東京の夏なんてね、クーラー入れないと死んじゃいますよね。昼間だって夜だって。でも電気代が気になってしまう。電気代が値上がりしてるから。もちろんエネルギーが高騰してるって問題もありますけど、それ以上に電気代の明細を見ると再エネ賦課金というお金を取られてます。再エネ賦課金ってなんだかご存知ですか？わかりますか？分かってらっしゃる方もいらっしゃいますね。これ再生可能エネルギーの、再生可能エネルギーを普及して再生可能エネルギーの比率を高めるために、再生可能エネルギーの業者にお金を補助しているんです。東京にお住まいの方はいまいちピンとこないかもしれません。でも私の地元の大分、九州とかは山をどんどん切り開いて太陽光パネルが敷き詰められています。その太陽光パネルのほとんどは中国産です。もしかしたら、いや多分確実に再エネの業者、会社も中国系の会社が多いです。そういう会社に私たちの電気代に上乗せされた再エネ賦課金が流れているんです。だから電気代が高いんですよ。私たち毎月いろんなものを国から引かれてます。住民税とかね、もろもろたくさんのものがあります。名前を変えていろんな形で引かれてるものもあります。江戸時代にはね、五公五民という言葉がありまして、民のお金、民が稼いだお金の半分は公、お上が持ってくんですよ。私たちの手元、民の手元には 5分、半分しか残らない。でも今の日本の税制とか、名前を変えたさまざまな名前でいろいろ取られているお金を合計すると、この五公五民に近いと言われています。気づかないうちに私たちは収入の半分を国に取られているんです。そして電気代も値上がりしています。それだけじゃないですよ。皆さんもう切実に感じてらっしゃるでしょうけど、食費だって洋服代だって何だって値上がりしています。子供の教育にもお金がかかります。私たちお金を本当に用意しないと大変なのに、30年間も日本の給与は上がっていません。1995年ですよ、30年前といえば。そこから30年間給与は上がってないんです。例えば消費税のことだけ考えましょう。1995年消費税は 3% でした。ところが今 10% でしょ。 7% の違い大きいと思いませんか？毎回買い物するたんびに 10% 取られるのがどれだけ大きいか、私たちは身に染みて分かっているはずです。給与の半分をいろんな条件、いろんな名目で取られてしまう。でも給与は上がっていない。じゃあこの30年間私たち日本人は怠けてました？怠けてたから給料上がってないんですか？そんなことないでしょ。皆さん不満な顔してらっしゃるけど、そうでしょ。みんな一生懸命働いてるし、一生懸命子育てして、一生懸命家庭を守って、日本国民みんな頑張ってきてるの。でも給与は上がらなくて、気づけば税金が上がってるの。今回の選挙すごく重要なんですよ。なぜかというと、政権与党の自民党、石破総理は今年か、岸田総理が言い出した、防衛費が先々1兆円足りなくなるから、
防衛増税も考えなきゃいけないということを言い出しました。でもそれはさすがに評判が悪いので岸田総理は先延ばしにしました。ところが石破総理はこの選挙に入ったついこの前、選挙が終わったら防衛増税をいつから始めるかなるべく早く決めなければならないと言いました。ねばねば言いますね、あの人ね、本当にね。そんなことを言い出しました。じゃあそれに対する野党第一党どうですか。今立憲民主党は代表が野田代表です。そして幹事長はなぜか総理になれない男、小川淳也幹事長です。この2人とも消費税をもっと増税するって言ってます。小川淳也幹事長においては 25% にすると言ってます。今 10% 取られてるだけで私たちこんなに苦しいのに 25% まで消費税を上げるって言ってるんですよ。そんなこと想像できますか。1000円のものを買ったら 25% っていくら、250円。1000円のものを買ったら250円取られんの。たまったもんじゃないよね、そんなのね。それはね、小川、あの人がなんで総理になれないかっていうと、庶民の生活分かってないからだよ。でしょ。だから総理になれないの、小川淳也は。そんなことを言えるのは彼らがお金に困ってないからね。国会議員はたくさんのお給料もらってるし、利権があるし、いろんなところでお金をもらってるから、私たち庶民の生活なんて分からないから、消費税 25% 取れるって言うんですよ。今政治になんて、私たちの一票なんて何の価値もないし、選挙に行っても行かなくても変わんないよこの国は、なんて諦めムードでいるから、衆院議員の総選挙でも投票率が 50% 台なんですよ。約半分近くの人は投票行ってないんです。つまり半分近くの人は寝ちゃってるんですよ。政権与党の人は寝ててもらった方がありがたいって昔から言ってます。国民が無駄な変な意識なんか持たないで寝てくれてた方が俺たちの好き勝手やれるからって、これ確実に言ってるんですよ。でも国民はもう諦めムードで、まあ誰がやっても一緒でしょと、役人がやるんだから誰が政治をやったって一緒だと思って投票に行かないんです。そうやって私たちが寝ちゃってるから、政治家は全然真剣に考えようとしない、庶民のことなんて真剣に考えようとしない、私たちの不満が爆発しかけてることも気づいていない。だからこそ送られてくる投票用紙は絶対無駄にしちゃいけませんよ。必ず投票に行きましょう。投票に行って自分たちの意思を表明することしか私たち庶民にできることはないんです。でもそれは私たちの権利でもあるんです。その権利を行使しなきゃダメですよ。政治なんて誰がやったって変わらないではないんです。例えば私がこの日本保守党の比例代表として、先週まで私は単に立川で弁当を売ってるだけの還暦のおっさんだったのが、こうやって毎日皆さんの前でこういう演説をするようになったのは、日本保守党ならば私たち庶民の気持ちを政治に伝えてもらえるという確信があるからです。なぜなら日本保守党はまだ政治家がいないんですよ、国政政治の政治家が。ということはまっさらの政治家を生み出せるんです。利権もないしがらみもないまっさらな政治家です。そして百田直樹にしても事務総長の有本香里にしても、今さら利権だのしがらみだの欲しい人たちじゃないって分かってますよ私は。もしね、じゃあ日本保守党から政治家を生み出して、その政治家が庶民の気持ちなんて分からないようなことを言い出したら文句言いに行きましょうよ。私が率先していきますよ。党員の皆さんも一緒に引き連れて門前仲町の事務所の前でデモでもやってやりましょう。でも絶対そんなことしないって思ってるから、そういう確信があるから、ただ立川で弁当売ってたおっさんがこうやって毎日毎日皆様の前で私の気持ちをお訴え しているわけです。こんなことするなんて思ってませんでした、本当に。先週まで、先週の木曜日までね、先週、そうだ、先週の木曜日ですよ。先週の木曜日の朝8が終わった有本さんが私に電話をしてきたんです。で私は立川で弁当を詰め込んで汗かいたから T シャツにも着替えて、さあ出かけるかと思ったところで電話が鳴って、出たら有本ですっていうちょっと圧のある声がかかってきて、なぜ私に電話が、有本さんから電話がかかってきたことを今まで2回しかないのに、なんで私が、でも選挙が直前だしこれはもしかしてと思ったら本当にそういうことでした。でもね、びっくりしましたよ。だって選挙に出るなんて考えたことないんだから。でも選挙がすごく公示が告示が近くなってきて、
有本さんが私にまで電話をかけてきた。ここで断ったら男が廃ると思いましたよ。ありがとうございます。あのね、サッチャーよりも鉄に近い鉄の女、鋼の女、あの有本香里さんが丁寧な言葉で、丁寧な言葉だったんですよ、本当に丁寧な言葉で私に圧をかけてきた。そしたら答えざるを得ないでしょう。だからこうやって私は毎日皆様の前でお伝えしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、私はですね、60歳です。今年還暦を迎えました。ちょっとね、赤いちゃんちゃんこ着て記念写真でも撮ったんですけど、写真館で。一生に一度だから着てみなきゃいけないと思いましてね、羽織袴でその上にこう赤いちゃんちゃんこを着て記念写真なんてことをしたんですけどもね、60年生きてきた私が人生の中で教訓があります。身に染みて学んだ教訓です。私、失敗続きの人生です。たくさんの失敗をしてきてます。失敗をしたことで学んだことがあります。それは仕事でも人間関係においても、なんかちょっと変じゃないこれとか、そのままでいいのみたいにふと思った、おかしいって思ったこととか、違和感、これをスルーしてしまうと、後で手痛いしっぺ返しになります。何度も会ってきました。何度も会えば、このボンクラな私でも、あ、これはまずいと思って、ちょっと見逃すのはもうやめようって、散々痛い目にあったから分かったんです。それで私は、おかしいことはおかしいって言う、必ず主張すると決めました。で、2010年代後半から、後ほどお話しするあることに関して私はおかしいと思うことを主張するし始めました。ただ私の使えるツールは SNS しかありません。メディアが弁当を売ってるおっちゃんの声なんていきなり載せてくれるはずはないですよ。だから SNS をフルに使って毎日毎日私がおかしいと思うことを主張し続けました。何年も何年も続けるとその主張に共感してくれる人が増えてきました。その一人が有本香里さんです。たまに私の主張に対していいねをつけてくれたりとか、そういうことが繰り返された果てに、去年2月岸田総理がいきなり LGBT 理解増進法を進めるように指示をしたと言い出しました。いきなり言われてびっくりしませんでした？ねえねえ、その法律なんで今やんなきゃいけないの？やらなきゃいけないんだったらあなた自分の言葉で説明しなさいよと。こうこうこういう理由があるから LGBT 理解増進法を進めなきゃいけませんと。第一、岸田総理は総理になる時の総裁選の公約で LGBT 理解増進法を進めるなんて一言も言ってないんですよ。一言も言ってないことばっかりやるの、あの人は。その一つが、最たるものが LGBT 理解増進法ですよ。で、私が違和感を感じた、おかしいことはおかしいと言い続けているテーマがこの LGBT です。LGBT と2010年代後半からいろんなメディアが取り上げます。皆さんももう耳にタコができるぐらい聞いてうんざりしてると思うんですけども、 LGBT の G、 つまりゲイ、男性同性愛者である私もうんざりしています、 LGBT に。それはなぜかというと、メディアが取り上げる LGBT は常に被害に遭っている、差別されているかわいそうな人という扱いです。でも私ね、ゲイとして40数年生きていますよ。40数年間生きてきて、その間の20年間はゲイ雑誌の編集長やってました。日本中のゲイの人と話をしてます。日本中にはたくさんゲイの人がいます。でもその人たちの中でゲイであることを理由に就職ができないとか、ゲイであることを理由に家を借りられないとか、ゲイであることを理由に暴力を振るわれたとか、脅迫されたとか、殺されかけたとか、そんな人聞いたことないです。私が感じているゲイの生活実感とメディアが取り上げる LGBT の扱いがあまりに違いすぎる。にもかかわらず LGBT の市民活動家が、私たちはこんな目に遭っています、かわいそうな存在です、配慮してくださいというロビーイングを、さまざまな国会議員やさまざまな自治体の議員、さまざまなお役所などにやり続けています。彼らはそれが仕事だからやり続けられるんです。お邪魔しまして申し訳ございません。そうすることでメディアも国会議員も地方自治体の議員もお役人も LGBT 配慮をしなきゃいけないと本気で考え始めました。なぜなら国会議員も自治体の議員さんも
お役人さんも実はね、根がいい人たちなんですよ。困ってる人がいるなら何とかしなきゃいけないねって考えるんです。これは当たり前ですよね。だからそういう意味では、まあ、裏金問題がどうこうとかね、政治資金の問題がどうこうとか、いろんなスキャンダルとかあるけど、でも基本的にはいい人なんだっていうふうにね、これを思ってます。私も国会議員さん、みんなが腐った人間だと思ってないです。ある面ね、ある面ですよ。でもそういう彼らに毎日のように活動家がロビーングをしてくれば、これは何かしてあげなきゃいけないと考えるわけです。そこで生まれた法律が LGBT 理解増進法です。でもこの法律、性自認というよくわからない概念を法律に取り込んでいるんです。性自認とかジェンダーアイデンティティって言葉聞いたことありますか？なんとなく聞いたことありますよね。でもそれが何であるかってことをきちんと説明できる人はそんなに多くないと思います。 LGBT のうち LGB、 レズビアン・ゲイ・バイセクシャルっていうのは誰を好きになるかっていう問題です。男の私が男を好きになるから私はゲイですよ。女性が女性を好きになればレズビアンです。どっちも好きになるんだったらバイセクシャル、それだけのこと、誰を好きになるかだけのこと。でも性自認とかジェンダーアイデンティティっていうのが関わってくるのが LGBT の T、 トランスジェンダーとか、最近はその後に Q プラスとかいうのがついてます。 TQ プラスがそのジェンダーアイデンティティとか性自認が関わってるんですよ。私たちゲイは無関係です、そんなものに。全く関係ないのに一つのカテゴリーにされちゃってるんですよ。それも私は許せない。だって性自認の問題なんて抱えてないんだもん。心の性が女なんて思ったことないし、男として男が好きなんですよ。それなのにこのくくりにされて、くくりの人はみんなまるですごい差別に遭ってるかのような扱われ方をすることが我慢ならないんです。だって差別になんて遭ってないから。でも世の中いい人たち、国会議員さんね、自治体の議員さん、お役人さんたち、いい人たちは何とかしてあげなきゃいけないと思っていろんな施策をやったり、例えば企業だっていろんな LGBT 配慮みたいなことをします。それがどれもトンチンカンで本当に我慢ならないと思っていたら、 LGBT 理解増進法が大した議論もされないまんま決まってしまいました。それも本当に私が許せないことです。私がブチ切れそうになったところで、もっと先にブチ切れたのが永遠のゼロのベストセラー作家百田尚樹です。直上型の、直上型なんて会ったことないのにね、まだね、失礼なこと言っちゃいますけど、でもまあ間違ってないでしょね。直上型の百田尚樹がブチ切れて、だったら俺が新党作ってやるわってできたのがこの日本保守党ですよ。 LGBT 理解増進法にムカついて作った政党は私のムカつきを共有してくれる政党だと思っています。だから日本保守党に対しては私もすごく興味を持っていました。でね、まあ直上型の、また言っちゃった、直上型の百田尚樹は、まあ、LGBT 理解増進法なんか廃案やって言ってましたよ、最初ね、言ってましたよね。でも現実問題、政党を作っていく過程で、やはりあの人は聡明な方だから、褒めてるからね、ここね、ちゃんと現実的に対処するにはどうすればいいかってことを考えたわけですよ。保守っていうのは急激な変化を求める人たちではないです。現実的に対応できる中で緩やかに世の中を変えていく、日本の文化、日本の常識を守った上で緩やかに世の中をより良い方向に変えていく、これが保守の考えです。百田尚樹も保守の人間だから、現実的に考えて、いきなり廃案にするんじゃなくて、まずは修正をしようということを今回の政策に入れています。じゃあこの修正は何かということをお話しますね。 LGBT 理解増進法の最大の問題は、学校教育に LGBT を持ち込んだことです。学校の理事長や校長に対して、生徒児童に対して LGBT の教育をするという努力目標が課せられています。まあ私の話を聞いてくださってる皆さんも日本国民ですからね、日本人ならわかるでしょ。お上から努力目標だよって言われたら、これやんなきゃいけないよねって、努力目標って言ってやんなかったら怒られるんじゃないって、そう考えるんですよ、真面目な日本人は。だから今年度になってから全国の小学校、中学校、高校で LGBT の教育が始まっています。皆さんのお子さん、お孫さんが LGBT 教育をすでに受けているんです。で、 LGBT 理解増進法ができたのは去年の6月、準備期間を置かずに翌日施行されました。
でもその時にガイドラインを年内に作る、年内をめどにガイドラインを作ると発表されました。まあ私はムカついたけれども、百田直樹ほど直情型ではないので、じゃあそのガイドラインとやらを待ってやろうかと思っていました。少しは気が長いからね。ところが施行されて1年半になろうとするのに、いまだにガイドラインなんてできてないんですよ。ガイドライン、つまり指針がなくて、どうやって教育するんですか？ LGBT のことを生徒児童に教えましょう、こういう内容で教えましょうってことを、ガイドラインも指針もなくて学校に渡されたって、先生だってわからないんだから、どうやって教えていいかわからない。そうなると、じゃあ専門家を呼んで教えてもらおうかってなるわけです。 LGBT の専門家って誰ですか？ LGBT の市民活動家しかいませんよ。私みたいな普通のゲイのおっさんはね、朝から弁当作って売って、その後自分の本業やって、学校に行って講演なんてしてる時間はありません。でも活動家の人たちはそれが専門だから、毎日毎日でも学校を回って講演活動をすることができるわけです。そうやって今 LGBT の教育が進んでいます。じゃあどんなことが教えられてるのか全くわからないです。ガイドラインがないんだから。活動家だってみんな専門家で、一つのことを学んでいて、一つの教え方を学んでいるかどうかさえわかりませんよ。まあもしかしたら常識的な方もいらっしゃるかもしれない。でも例えばある例を挙げれば、九州の方のトランスジェンダーだと自称する、トランス女性だと自称する、還暦を過ぎたまあおっさんがいます。なんでおっさんかっていうと、もうその人結婚してるんですよ。結婚して長年奥さんと暮らしてるんだけど、趣味の音楽をやっていて、50代の時に老人ホームの慰問で受けるかと思って女装してみたら、これが結構評判良くて、あ、私は女の格好をするのが好きなんだと気づいて、それ以降毎日女装をして自分はトランスジェンダーと言い始めました。しかも日本人なのに名前はローズって言います。金髪のカツラかぶってます、60過ぎの還暦のおっさんが。そういう人がトランスジェンダーの団体を作って、団体を作って活動家と名乗ってしまえば専門家になるんです。そして誰に教育を頼んでいいか分かんない学校の先生は、そのローズを学校に呼んで講演させてんですよ。高校や中学や小学校で。怖い、怖いでしょ。しかもローズは金髪で、高校で講演するときに女子高生の格好して行ったんです。なんで60過ぎの還暦のおっさんが金髪で女子高生の格好して子供の前で講演するんですか。変態でしょ。そんなのゲイの僕から見てもただの変態ですよ。でもローズのその理由は、なぜ私が女子高生の格好をしたかというと、生徒の中にもトランスジェンダーの男の子がいるかもしれない、女子高生の制服を着たいと思ってるかもしれない、だからその子の気持ちを汲んで女子高生の格好をしましたって言うんだけど、そうじゃない。これはお前が女子高生の格好をしたいからしてるのでしょ。そんな活動家が学校に入り込んでるんです。もちろん真っ当な方もいらっしゃるでしょう。じゃあ真っ当な方たちがどんな教育をしているか、私が知っているそのうちの一つを教えます。小学校の低学年の子にこんなことを教えています。人には4つの性があります。4つの性、何でしょうねこれ。一つは体の性、一つは心の性、一つは好きになる性、一つは表現する性です。何のことか分かります？私全然わかんないんですけど、そんな授業を受けたことないから。でこれはね、体の性っていうのは、まあ生まれた時に男に生まれてきたか女に生まれてきたかってことですよ。まあシンプルですよね。心の性、心の性って何ですかね。心の性ってよくわかんないんだけど、まあトランスジェンダーは体が男で心が女だから私は女性だって言ったりとか、体が女で心が男だから私は男性だって言ったりする人たちがいますよ。まあ大人になってそういう人がいるのはいいです。好きになる性ね、私みたいに男が男を好きならゲイでいいですよ。女性でも女性が好きならレズビアンでいいですよ。でも大体の人は男性が女性を好きになり、女性が男性を好きになるでしょう。そして表現する性、これはつまり男の格好をするか女の格好をするかってことです。さてこれを大人の私たちが聞いたら、まあアホ臭いと思いながら、まあ体の性は男だし心の性も男だし、好きになるのは僕の場合は男だし、表現する性って男の格好しかしねえよって、これで終わりなんだけど、小学校低学年なんてアイデンティティがまだ確立していない子たちはまっさらですよ、素直ですよ。大人が来てこんなことを言い出したら真剣に考えます。
自分は女の子だけど男の子とサッカーをする方が女の子と遊ぶより好きだ。そうなると自分はアクティブに活発な格好をしているから女の子らしい格好よりも男の子みたいな格好をしている方が好きだ。じゃあ私の体の性は女で表現する性は男でね、好きになる性は小学校低学年なんて分かるはずないでしょ。初恋してるかしてないか、まあ女の人はね、女の人はおばさんだから小学校低学年で初恋してるかもしれないけど、男はね大体ね遅れてバカだってみんな知ってるでしょ。女性は遅れてるんだからね。初恋小学校の時だった、あ小学校の時、おませさんだね、そういう人もいるか。まあそれぐらい恋愛なんて全然考えたこともないような小学校低学年に好きになる性はどっちですかなんて聞く意味がないのに、そういう説明をした上であなたはどれですかって選ばせるんです。それすごく無意味なことだと思うでしょ。でもこれは彼ら活動家が仕掛けた爆弾なんです。なるほど、わかりました。ここダメなんですね。はい、わかりました。ということでここは勝手にやっちゃいけない場所だったらしいので中途半端で申し訳ございませんが、ここで終わらなければなりません。申し訳ございませんです。続きは今日の他の場所で、何の爆弾なのか気になるでしょ。他の場所で話したのを YouTuber さんが撮っていただいているので後ほど YouTube でご確認いただくことになります。中途半端で申し訳ありませんがどうもお付き合いいただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。違う、頑張るの、みんな頑張るの、一緒に。いやいや、頑張ろう、頑張ろう、ね、皆さん、お友達、ご家庭のね、ご家族、それからご親戚などどこに投票していいか分かんないって人がいたら保守党いいよってこそっと教えてあげて。あんまり僕みたいにしつこく圧力で言わないで、嫌になるから人はね、こそっと教えてあげて保守党いいよって。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。